秋ですね。もう12月だけどね。こんにちは、はるきです。令和発祥の地、坂本八幡宮に紅葉を見に来ました。駅名のプレートが前回来た時より立派になってるね。撮影は11月17日。11月に入っても暖かい日が続いていたせいか、まだ緑の葉も多いけど、奥の方は紅葉が進んでいるようです。これはベストショットだね。この辺りはイノシシが出るみたいだね。民家の近くに住んでいるイノシシは夜に行動することが多いので、昼間に出会うことはあまりないと思いますが、もし出会ってしまったらイノシシを興奮させないように落ち着いて後ずさりするといいそうです。即位の礼と大嘗祭の間だったので、坂本八幡宮の境内は多くの参拝者でにぎわっていました。逆光でうまく撮れてないね。綺麗に色づいたもみじがたくさん落ちてたね。先輩の手って相変わらずちっちゃいですよね。これから大きくなるんだから。それって寒くなって手袋が熱くなるだけですよね。もみじというのは紅葉する植物の総称です。紅葉といえばハゼの木とか広葉樹も入ります。イチョウの葉が黄色くなるのも広い意味で紅葉と言います。へえ、そうなんだ。これはカエルの種ですね。くるくる舞いながら落ちる様子はヘリコプターにも例えられてますね。この木にはたくさんの柿の実がなっていました。ちっちゃくてあんまり美味しそうじゃなかったね。たくさんなりすぎてて大きくなれなかったんですね。落ちた実はイノシシが食べているかもしれませんね。あ、カマキリだ。先輩、いたずらしたかわいそうじゃないですか。だって動かないんだもん。
赤く紅葉しているのはハゼの木で、奥の黄色いのは多分イヌビワですね。帰り道でハゼの実を見つけました。ハゼの実は和ろうそくの原料で、福岡には和ろうそくの工場があったらしいので、ハゼの木が多いようです。あ、午後の業務が始まっちゃう。この動画が気に入ってもらえたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあまた見に来てね。ごきげんよう。最後までご視聴ありがとうございました。